はい、今ですねちょっとある問題がありまして、その問題というのが、まあ、うちの直営店なんですけど、お店の看板が通りから見えにくい状態になっちゃってるんですよ。なので今日は環境整備やっていきたいなと思います。はい、そんなわけでキャンプやってますか、ユージャック代表の佐藤です。本日私は千葉県茂原市にございますユージャックキャンプストア&カフェ茂原店の方に来ているんですけれども、はい、冒頭申し上げた通りですね、まあ、ある問題がございまして、はい、こちらですね、まあ、ユージャックの看板があるんですけど、この看板が雑草で、なんということでしょう、全然見えなくなっちゃってます。はい、こういう感じで来た時にですね、やっぱり視界が非常に見えにくい感じになっちゃってます。まあ、あともう一つの問題が街路樹ですね。今電線のところの上に木がこういう風に当たっちゃってて、ちょっとこれ危なくないのっていうのが正直ありますね。ただ街路樹に関しては勝手に伐採しちゃったりとかするとですね、まあ今のご時世いろいろな問題が出てくると思いますし、そもそも勝手に伐採をしたり除草剤をかけたりということは法令違反になってしまいますんでね、それは行うことはできませんけれども、まあ、少なくともお店の周りのここの雑草環境整備はね、やっていった方がよろしいかなというふうに思いますので、本日はこちらでございます。はい、新しい草刈り機ゲットいたしましたので、今日はこちらでお店の草刈りこと環境整備やっていきたいなというふうに思います。それでは早速始めていきましょう。スタート。はい、そんなわけで本日入手したこちらの草刈り機なんですけれども、マキタ製のですね36ボルト仕様の電動草刈り機ゲットいたしました。キャンプ場の方に行くとエンジン式の刈り払い機はたくさん持ってるんですが、実は電気タイプを購入するの今回初めてなんですけど、もうどうやらね時代は電気の草刈り機に変わってきているようで、まずねむちゃくちゃ軽いんですよね。むちゃくちゃ軽い。そしてこれは電気仕様ならではなんですが、絡み取りモードって言ってね、モーターを逆回転させることもできたりとかするんで、特にツタ系のものを刈るときにですね、まあ、巻きつきを防止することができるという機能もあったりして、なおかつパワーもまあそこそこあると。で今回購入したのは36ボルト仕様、18ボルトのバッテリーを2個つけて使うタイプの草刈り機を入手したんですが、実際には40ボルト仕様および80ボルト仕様というものもあってですね、その80ボルト仕様だともうほぼというか、むしろエンジン草刈り機のパワーすらも超える能力に実はなっているらしいです。ただ40ボルト仕様の草刈り機はバッテリーも全部ですね購入し直さなきゃいけないというのと、まあ、草刈りのためだけに40ボルト仕様のバッテリーを3つ4つ購入するのはちょっと予算感的に厳しかったんで、普段私はマキタ製品18ボルト工具で使ってますので、まあ、その延長線上で使える36ボルト仕様のものを今回入手してみました。まあ、とりあえずどんな塩梅なのか組み立てて確認していきたいと思います。はい、そんなわけで今組み立てを行ってみました。最後にこちらバッテリーをですね取り付けていきたいと思います。1個がマキタ純正バッテリーで、もう1個が汎用のバッテリーですね。ミックスで今回は取り付けていきます。はい、これでセットアップ完了。試しに抱えてみましょうか。おお、なかなか軽くていい感じですね。重量のバランスもなかなかいい感じです。でもやっぱりバッテリーが入ってる方はさすがに2個くっつけてるんでちょっと重量感ありますね。でもこんなに作業の負荷はかからない感じがします。ちょっと試しに回してみますか。まずは低速。おお、すごい、めちゃめちゃ静か。次中速。そして高速。はあ、すごい、めちゃめちゃ静かなんですね。エンジンだともうずっとねガーッいってるんで、なんか草刈りする時間帯とかそういうのが気になってくるんですけど、これめちゃくちゃ静かなんで、あとは能力パワーだけ。今見てる感じ低速でもなんか十分刈れるんじゃないかなっていうふうに思ったんで、まあ、ちょっと今からここね草刈りしていきたいと思います。ただほぼ車道なんで
ちょっと車ね、車がいない時を見計らって草刈りやっていきたいと思います。石とか跳ねちゃうと本当車傷つけちゃったりとかするんで、そこだけ気をつけながら作業やってみます。はい、一応保護メガネして OK。 はい、まずはこの簡単そうなところからいきます。すごくいいですね。優しい反り味って感じ。低速だとあんまり飛散しないんで、飛び散らせないように草刈りするにはすごくいい感じです。それじゃあね、続けてあの大物行ってみましょうか。低速だとさすがに能力不足しそうなんで、中速ぐらいで切っていきます。すごいしっかり刈り取れますね。見てください、このむちゃくちゃ太い茎がしっかり草刈りできてます。はい、そんなわけで無事に草刈りが完了いたしました。今まだ雑草散らかっちゃってるんで、このままだと風であっちこっちに広がっちゃうんで、今から雑草集めていきます。はい、そんなわけで無事に環境整備が完了いたしました。あー、すっきりしましたね。ここのなんかドブの中もだいぶ茂っちゃってたんですけど、草刈り機で届く範囲を刈り取りました。草刈り機自体が軽いんで、ちょっとこう腕伸ばしてね、作業するのも容易に行うことができました。あと後ろの方少し中途半端になっちゃいましたけど、まあここはまあいいでしょう。こっち側から来た時にもかなり見えやすくなったと思います。あそこに消火栓なんてあったんですね。こんなところに消火栓のね、看板があったんですね。全然気がつきませんでした。ここがすっごいもっさりしてたんで、実際車がねこっちから来た時に、この辺歩行者が通ってきた時の事故とかの防止にもつながるんで、今回はいい意味で環境整備ができたと思います。あと一応念を押しておきたいと思うんですが、この辺の雑草、これね、最初から枯れてます。うちがね、除草剤とかを撒いたわけではありませんので、雑草枯れてるんだけどっていうご指摘に関してはお受けできません。うちは今までね、街路樹含め除草剤を散布したということは一度もございませんので、そこはあらかじめ断っておきたいと思います。はい、そのわけで今回使用したこちらのマキタの電動草刈り機なんですが、総評するとかなり使い勝手いいですね。
終始中速、主に中速での作業をしてたんですが、あれだけ太い茎も中速で刈り取ることができました。周りを気にしなければ最高速度にしてですね、草刈りを行えばもっとスムーズに使用することができたんじゃないかなというふうに思います。実際使用時間としては多分15分から20分いかないぐらいの今日作業時間だったと思うんですけど、全然パワーなどが低下することなく、パワーに余力を残した状態で作業ができたので、すごく体に優しいね、仕様になっていると思いました。合わせて何が一番良かったかって、まず振動がないということですね。振動が超少ない。エンジン草刈り機だとアクセル入れた瞬間にすっごいもうブル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 いっちゃって、体にすごいね疲れが蓄積していくんですけど、それがなかったのが良かったのと、あと音がうるさくない、すごい静かですね。それでいてしっかり草刈りができるので、まあ、とにかく草刈りが楽になりました。正直まあエンジン草刈り機でなんか草刈りするのはしんどいなっていう風に感じてた方は、多分電動の草刈り機に変えるとだいぶ草刈りに対するイメージが変わってくるんじゃないかなという風に思います。だから道理で最近エンジン草刈り機が下火にね、なってきてるんだなといった感じでしょうか。はい、で今回使用したのがこちらのね 36V 仕様だったわけなんですけど、これがね 40V、 果ては 80V 仕様になると、まあ、多分あらゆる草刈りに対応することできるんだろうなっていうふうに思います。なんせ絡み取りモードとかもついてるんで、もうエンジン草刈り機の正直出番なくなりますよね。何も悪いところがないです。しかもこれ防水仕様だったと思うので、雨の日の仕様も OK。そう考えるとね、もう敵なしですね、完全に。今キャンプ場の方に草刈り機が2台あるわけなんですけれども、これに関しても正直電動化の道を進んでもこの際いいのかなっていう風に考えさせられる今日は体験となりました。はい、そんなわけで今日はね、環境整備ということで、まあ、うちのお店の看板がね、より道路側から見て目立ちやすくなったかなというふうに思います。今月から実はうちのお店水曜日がねお休みになったわけなんですけれども、それ以外は朝11時から夜の7時まで元気に営業しておりますので、ぜひ皆さんのお越しをお待ちしております。そんなわけで本日の動画は以上となります。本日の動画が面白かったという方はぜひグッドボタンよろしくお願いいたします。あとチャンネル登録まだお済みでない方は右下の赤いボタンからチャンネル登録していただきまして、その後あらゆる通知設定もオンにしておいてください。あとはすましてこちらですね、ほい、 Twitter、Instagram、ユージャックの公式 LINE やっておりますので、こちらもあしてフォローよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。まあ、実際問題として事業者目線で見てみると、この街路樹があることでそのお店の看板が目立ちにくくなっているとかっていうのは、まあ実際本当に多分そうだと思います。まあだからって勝手に除草剤撒いたり伐採したりとかするのはまあどうなのかなっていうふうには思うんですけど、てかそもそもそれはやっちゃいけないと思うんですけど、これはあくまでも事業者目線で言うと、目線を遮るようなものはない方が集客的な意味合いでの認知の向上にはまあ繋がってくるのかなというふうには思いますね。そしてまあ目線云々関係なくですね、やっぱり今こう見ていただくと電線にこう木が絡んじゃっているんですよ。あそこにある3本とも全部ね、まあ、木は生き物なのでどうしても成長していくにつれて、まあ、電線に干渉するようになると思うんですけど、おそらく植え込んだ当時はあそこまで成長はしてなかったんじゃないかなっていうふうに思います。で結局木がああやって電線に絡んでると、まあそれこそ台風が来た時にですね、木が大きく揺さぶられた時に、まあああいうのが電線を切っちゃったりとかして、まあ停電事故のきっかけとかになるわけであって、まあこの地区に限った話ではなく、おそらくこういった街路樹っていうのは日本全国あらゆるところに今存在するんだろうなっていうふうに思います。おそらくこのメンテナンスには全国自治体のまあ税金を使ってですね、まあメンテナンスしていて、まあその予算の都合でメンテナンスが結局行き届いていないんだろうなというふうな解釈にもなってくるわけなんですけれども、結構ねこれは奥が深い問題なんじゃないかなっていうふうに正直感じてしまいますよね。まあ成功法で行くのであれば、この道路だったり街路樹を管理しているところ、まあこの辺だとまあ役所とかにとりあえず問い合わせてみるっていうところからのスタートになると思うんですけど、まあそれで実際にじゃあ役所の方が動いてくれるのかどうかっていうのもまあ微妙ですし、まあ実際に木が電線に接触していて、まあそれが危ないということであれば、まあ一部伐採っていうような感じの動きになると思うんですが、まあこれが結局そのお店の看板が目立たないからとか、そういうある意味では私的な理由で
ですね、木を伐採するとか、そういった動きになることっていうのは、まず、まあ、ありえないことだとは思います。こんな動画を撮ってるんで、もしかすると視聴者さんの中にはお前もどうせ街路樹伐採したいんだろうっていう風にね、思っちゃう方ももしかしたら、いらっしゃるのかもしれないんですけれども、まあ、私の考えとしては安全性に問題があるのであればやっぱり伐採するべきかなっていう風には思います。まあ、その上でもう一つ付け加えると、やはり電線とかに接触するぐらいまで伸びてしまうことっていうのはあらかじめ予見できることなので、まあ、そのあたりのメンテナンスっていうのが行き届かなくなることがそもそも予見されているのであれば、植えるべきではないのかなという感じですね。まあ、実際街路樹を植えることによってその美観が向上する、街の景観がですね、良くなって、まあ、木があることでですね、空気がきれいになって環境にもいいといった効果も実際にあるわけで、一概にどっちがいいというふうに言うことはできないと思うんですけれども、まあ、今日の動画はあくまでも、まあ、一事業者目線としてですね、この街路樹の問題に関しては、まあ、もうちょっとどうにかした方がいいんじゃないのかなっていうのは、率直な感想として出てきたので、今回ね動画を撮ってみました。